さて、聞きたい話ってのは？その前に。なんだよ、お幸妹。お姉ちゃんに話しちゃったでしょ。いろいろ言わないって約束だったのに。そんな怒りっぽく思われてるのかな、私。いやあ、私嘘つくの苦手でさ、心苦しくて心苦しくて。はあ、樹さんって。それより大事なお話しようね、お姉ちゃん。うん、そうだね。でさ、いつきさん、今日の本題。ああ、あったたた、くそ、まだ痛むな。ん？で、何？まず昨日、昨日なんでカラオケ屋さんに来なかったの？連絡も取れなかったし。ああ、それ監禁されてた。監禁？それって京子に？やっぱそっちにも行ってたか。そうだよ、スタンガンでね、首の後ろバチバチってやられて、いつの間にあんなもん手に入れたんだか。聞かせて、京子のこと。亡くなってるんだよね。ああ、そうだな。もともと昨日話そうと思ってたとこだったし、ちょうどいいや。昼休み中に終わらなかったら、続きはウェブで。ねえからウェブ。お姉ちゃん、言葉遣い。一番大事なことは最初に言っとくよ、京子は咲夜のことが好きだったんだ。あ、うん、なんとなくそんな気はしてた。姉妹でか。咲夜、もしかして京子さんの霊に取り憑かれてる？霊が取り付く？おい、階段か？私を怖がらそうって言うなら。あ、違う違う、そうじゃなくて。あと、そうか。まあでも、なんていうか、似たようなもんかもしれないな。昨夜の中に京子の意識がいる。それは事実だ。昨夜がさ、幼い頃手術を受けてるって話って知ってる？うん。
私は昨夜からちらっと。それ京子から臓器提供を受けてるんだ。施設が火事になった時の一件でね。それが。まあ黙って聞いてるよ。火事の中で昨夜は重傷、京子は死亡。昨夜は落ちてきた建材が腹に刺さって臓器をひどく損傷してて、助かるには臓器移植しかなかった。で、見ればおあつらい向きに臓器提供にはうってつけの親族の体がそこに転がってました。で、昨夜は助かった。なあ、人の意識、魂ってどこに宿ってると思う？魂？頭とか。何の根拠もないだろ、それ。昨夜の中にいる京子の魂は、京子の臓器に宿ってるもんだ。本人がそう言ってるから、とりあえず、私は信じてる。調べたところ、似たような話がないでもないみたいだし。臓器に宿った、魂。信じられない。でも、なおも聞いたことある、同じ話。なおちゃんが言うなら、信じてもいいかな。おい、別にいいけど。何しろ、問題はここからだ。京子は、たまに表に出てくることはあっても、おとなしいもんだった。昨夜の生活を邪魔したくないって。私もそれに協力してて、京子が出てくるのは私と話し合って決めた時だけ。だいたい月1回くらい。京子も納得してたはずだった。はず。そうじゃなくなってたんだね。帝都看護に入って、抜けこと、アスカと再会したあたりからな。私と？そうさ。たく、なんで昨夜も抜けこも看護学校に入るなんて考えたんだか。私、覚えてないちっちゃい頃、その施設にいたって頃に将来看護師になるって思ったみたいなんだけど、なんでだか知らない？一緒にいたっていう五木さんなら。施設にいた頃に。そう、多分。知らないな。聞いたことない。っていうかさ、あんた。お？昔のあんたは看護師になりたいなんて思うようなやつじゃなかったよ。バカで自己中で、かっこつけの乱暴者で、人の世話するどころか人に迷惑かけてばっかりのムカつくバカガキでさ。バカ。うわ、ひどい言われようだ。バカって3回も言うし。スーパー事実。看護師になりたいなんて嘘じゃねって感じ。もしも万が一事実だとしたら。昨夜なら知ってるかもな。昨夜が？
みなさい、お姉ちゃん。おやすみ。星を追う人。これ、本当に私の持ち物なのかな？アスカは星を見るのが好きなの？好きだけど、あまり見ないかな。それは不思議で、どうしてかしら。いや、だって見るとうわ遠いなって思っちゃって。ああ、それはわかるわ。本当？でも、それは普通のことよ。絵本の中と同じ会話してた。昨夜も読んでたってこと？うん。これって昨夜のだったり。プレゼント？それとも借りっぱなしで返してないとか。うわ、ダメじゃん。だとしたら昨夜なら知ってるかもしれない。明日聞いてみよう。うん、眠れないよ。そわそわ。お姉ちゃん？あ、うん、なんでもないよ、なんでも。お？ふう。遅いね。うん、いつきさんはいつもだけど、昨夜さん大体奈緒たちより先に来てるのに。学校休むのかな。メール、いつきさんだ。いつきさん？うん、なんだろう。どうしたの、お姉ちゃん。
咲也が倒れたって。私行かなきゃ。ちょっと待って。ダメだよ、すぐに。あ、またメル。読まれてた。本当だ、こう書いてるなら大丈夫ってことだよ。信じよう、お姉ちゃん。うん、でも。というより、というより、こんなんじゃ授業に集中できない。あだね。はい、どうぞ。すまないわね、そうさせてもらうわ。学校に行く準備をして階段を降りてる途中にね。足を踏み外して落ちてしまったの。それほど高くはなかったのだけど。大丈夫なの？大丈夫じゃないから入院しているのよ。ああ、そっか、ごめん。冗談よ。怪我は大したことはないの。むしろ問題は過労らしいわ。過労？ここのところ実家のことでも忙しかったし、それで遅れる学業を取り戻すのでも忙しかったし、自分では平気なつもりでいたけれど、体はごまかせないわね、階段から落ちるなんて。それで先生にも勧められて1週間ほど入院することになったわ。1週間も？過労だけでと考えると大げさだけれど、話したことがあるでしょ、昔長期入院していたことがあると。そのこともあって念のためにということらしいわ。個室になったのもそれが理由のようね。いつきさんが言ってた臓器移植。そっか。え？うん、でも大丈夫だよ、咲也なら。すぐ授業も追いついて。いいえ、留年することにしたわ。来年、私はもう一度2年生をするの。ちょっと待って、そんな。なぜアスカが取り乱すの？もう決めたことよ。来年になればさすがに実家も落ち着いているだろうし、授業のことで先生方に迷惑をかけることもないし、これが一番現実的で良い選択だと思うわ。少し時間が欲しかったところだし、ほら
日記を持ってきているの。お母さんの？ええ、読むことにしたの。ゆっくりとね。それに、それだけじゃなくて。なんでもないわ。そうね、休学は樹も賛成してくれているの。樹さんも？正直授業の遅れを埋められないでいたから、それを知っているのよ、樹は。そうなんだ。うん。だからこれでいいのよ。そうだね。ずっと大変そうだったし、2年の勉強難しいもんね。うん、無理しないのがいいと思う。私も賛成。言葉と裏腹の顔よ、アスカ。残念に思ってくれるのなら少し嬉しいわ。うん。サクヤと一緒に看護師になれたらいいなって思ってたから。あ、ごめんね、勝手なこと。いいえ、構わないわ。昨夜にそんな顔させたくない。そっか、じゃあ私が昨夜の先輩看護師になるってことだね。帝都看護を卒業したら。そうね。その時は先輩の私が後輩の咲夜ドーンとリードしてあげるよ。ありがとう、頼りにするわ。これから学業不振で2年留年して、結局私が1年先輩になるって可能性の方が高いかもしれないわね。どんだけポンコツだ私。あ、そうだ、ちょっといいかな。何かしら、アスカ。はい、じゃじゃん。それ前に話したことあったよね。私が帝都看護に入った理由、絵本の最後のページにしてあった落書きのこと。これがその絵本なの。で、これさ、もともとは咲夜のじゃないかな。もしかしたら私、咲夜のために看護師に。ごめんなさい、知らないわ。
ない？古いもののようだから確かに施設にいた頃のものかもしれないけれど、私は見たことがないわね。そうなの？でも待って、あのね、帰って、アスカ。お見舞いに来てくれてありがとう。え？でも学校もあるのだからもう来なくていいわ。ちょっと待って、サクヤ。いいから帰って。そしてもう来ないで。サクヤ？わかんない。怒らせた？でもなんで？もう来るなって。確かに学校はあるけど、そんなこと言われてもどうしよう。もし見舞いのせいで成績が落ちたりしたら、終わりのない地獄を見せるわ。します、勉強。まったく、しょうがないアスカね。想像しいわね。静かに。子供じゃないのだから分別をつけなさい。はい。気を取り直して。ああ、サクヤ。今日はお土産持ってきてるんだ。お土産？うん、そう。病院来る途中、美味しそうなケーキ屋さんがあってさ。サクヤがどんなケーキ好きか分かんなかったから、適当に選んだけど。ガトーショコラです。これは…サクヤに似合いそうだなって。苦味が効いているところがかしら。違うよ。大人っぽくてでも甘いみたいな。冗談よ。ありがとう、いただくわ。何を聞いてるの？クラシックよ。アスカが聞いたら眠くなるようなね。ああ。勉強中に聞かせでもしたら、それこそ瞬殺でしょうね。
雨。雨。雨かぁ。思い出すなぁ、あいあい傘。あれでちょっと距離が縮まったような気がしたんだよね。寮に戻ったら鍵なくてさ。あれは焦ったな。でも鬱陶しいわね。静かに自習していられないの？ごめん、なんか黙ってられなくて。私の言う通りにできないなら追い出すだけよ。黙ってます。まったく。綺麗だな。見てよ、昨夜の顔。そっくりな双子。京子と並んでるところ、絵になっただろうな。え？どうしたの？昨夜？ページが破れてるわ。それも何ページも。10、いえそれ以上かしら。何日分くらい？必ず毎日書いていたわけじゃないようだからわからないけれど、半月、長くて一月分くらいかしらね。そんなに？どういうことなんだろう。咲夜？何か気になることあるのかな？まあないものは仕方ないわ。続きを読むしかなさそうね。うん、そうだね。アスカは自習に戻りなさい。こっちを見るなとまでは言わないけれど、ほどほどにすることよ。バレてた。そんな素振り全然なかったのに。当然よ。私を誰だと思っているの？世界一美人な武田咲夜さんです。それは。ありがとう。好きだな。平常心、平常心。アスカ？
ますか？はい。教科書に集中してた。それはいいけれど、もう夜よ。帰った方がいいわ。ああ、ほんとだ。面会時間も終わりだね。うん、帰るよ。え？うん、ちょっと。じゃあ、また明日。無理に来なくていいのに。聞こえなーい。待って、アスカ。ん？何？そういえば、これ、イツキに渡してもらえる？それって…寮の部屋の鍵よ。イツキから、なくしてしまったから合鍵を作りたいと連絡をもらっていたの。学校で会った時にでも渡しておいてもらえる？実家通いだからっていい加減なんだから。うん、いいけど。急ぎではないけれど、よろしくね。はい。確かに。忘れずに頼むわ。しっかりね。お腹すいた。ただいまー。おかえり、お姉ちゃん。お腹すいてるでしょ？ちょうどご飯できたところだよ。おお、すごい！あなたは予知能力者か。ここのところ毎日だもん。面会時間から考えたら、だいたいわかるよ。なるほど。でもすごい。テーブルに並べておくから、その間に手とか洗っておいて。あいあい。そうだ、なおちゃん。なに？今日って、いつきさんと話したりした？学校終わってから？かな？電話でちょっと話したかな。大したことは別に。でも、結構話しちゃった。あの人しつこいんだもん。1時間くらい？2時間。途中から、売り言葉に買い言葉みたいになって。おえー、仲いいなぁ。よくないよ。おかげでご飯の準備間に合わなくなりそうだったもん。なるほど。それは困る。でしょ？だから、用もないのに電話してこないでって言ってるんだけど。私が毎日昨夜のところに行ってるからかな。ね、それがどうかしたの？ううん、なんでもない。ご飯食べよ。いただきまーす。
忘れずに頼むわ。しっかりね。はい？咲夜の勘違い、じゃないよね。忘れずに頼むわ。しっかりね。あそこまで念を押されたし。しっかりって、何をしっかりなんだろう。いや、本当に託されたのか、わかんないけど。なんか、緊張する。よし、着いた。着いたものの、さて。仮に咲夜が私に部屋に入らせようと考えていたとしたら、私に何をさせたいからなんだろう。全然わかんない。替えの下着が足りなくなってそれを持ってきてほしいとか、恥ずかしくて直接は言えなくて、変態か、私。多分違うよな。私に頼むのが恥ずかしいんだとしたら、家の人に頼めばいいんだし。ダメだ、わかんない。
ージが破れてるわ。それも何ページも。10、いや、それ以上かしら。これ。でも、なんでベッドの下に？放り捨てたみたいに。昨夜の目から隠すみたいに。もしかして京子が。嘘だ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 よ。だってそんな。そんなのって。って知ってるか？看護師？すげえ強くてかっこいいヒーローなんだぞ。でっかいロボに乗って悪い奴らをやっつけるのが看護師の仕事なんだ。そういうこと。アスカ、それはあなたが見てたヒーロー番組の主人公がそういう設定だっただけで、本来看護師というのは。ごちゃごちゃうるさいな、昨夜は。いいから。ほら、昨夜最近いっつも暗い顔してんじゃん。だから私が看護師になって昨夜のこと守ってやる。どうだ、すごいだろ。えへん。え、だから信じられないのか。だからそういうことではなくて。だったら。その証としてチューするんだって。そんな勝手な。信じろ、サクヤ。私絶対サクヤを守るから。
こと？なんでスプリンクラー作動しないの？そんなの分からないわよ。つい先日のチェックでも問題なくて。そんなことより患者の避難、消防署にも連絡して早く。もうしたわよ。何これ、あなたも早く建物から出て。一体ねえ、中にいる武田さんは？咲夜、ちょっと早く消火器持ってきて。咲夜、お見舞いに来てくれてありがとう。でも学校もあるのだからもう来なくていいわ。いいから帰って。そしてもう来ないで。あの絵本にはあなたと咲夜の誓いが書かれていた。だからこそ咲夜はそれを否定しようとした。認めれば間違いなく私はまたあなたを殺そうとしたから。けなげね、けなげね。そして認められるわけがない。それってあなたがアスカがとっても大事ってことでしょう。
をやめて、もうあなたとは会わないところへ行こうって。でも体に、物理的な距離に意味なんてないわ。認められない、裏切り者のアスカをサクヤが好きで居続けるなんて。だから連れて行くの。引っ込んだようよ、京子は。サクヤ、12年。え、本当に約束を守るのに12年もかかって。遅すぎだわ、分かっているの？もう一回する？
束のチュウ。しないわ。また12年も待たされたら嫌だもの。納得いかねえ。あ、言葉遣い。ちょっと、あなたたち大丈夫？しようよ、いいじゃない。しません。なんで？感動的な場面だよ。ここでチューするしかないよ。嫌です。しません。ムードも何もない。しようよ、いいじゃんいいじゃんね。チュー。しませんったらしません。だいたい人目もあるのに。気にしない気にしない、いいから。ほらチュウ。やめて、もうやめなさい。ダメ、アスカ離れて。ジュー。え？ダメ。サクヤ？サクヤ？サクヤ！しっかりして！いけない。早くドクターを呼んで！